だと思いますけど、はい。で本日参加人数の方も、最多記録を更新いたしまして20名の方々に参加していただきまして非常にありがたいことで、動画の方もなんか再生数がかなり伸びてきて嬉しい限りです。で、はい、1回戦アイランドアジリア対ミッチェル・クラリーチェ、まあ、同詰みを選択して空投げ通ってここでバースト、早めのバーストから JE、新 JE、お互い様子見てコナー、当たってしまう、空投げ、しっかり投げ抜けして、さあ相打ちになるもダメージ勝ちしているわ、ミッチェル・クラリーチェカウンター一ジャンピ、さあプップク締めでここから空投げ通ってノーゲージで追撃叩きつけて、まあのどくガードしてジャン入れ拒否して、さあうまい当て身をしっかり読んで投げて、さあ一旦引いて爪が使ってしまった、しっかり入れて一歩制するアイランドアンジェリア。さあラインラウンド先に触ったのはミッチェル・クラリーチェだが、さあ様子見合ってお互いに手が出せない、さあここでワンコも入って早めのバースト、触らせたくないのがクラリーチェ、さあジャイン大王打ちの爪からおっと、暴発してしまったか、さあジャンビーをアデミ、しかし安かった、距離を離すことがアンジェリア側にとってはつらい、投げ通らずジャイガード投げ、しっかり投げ抜け、もう一回投げてワンコンボ毒つけて美味しいダメージ、これはタク当たったら死んでしまうが回避しっかり避けて、さあここから触って殺しきった、一本取り返す、最終ラウンド、投げ通らずジャイガード爪ガードめくりは当たらなず、さあバースト爪ガードからの強力打、しっかりコンボ入れて美味しいダメージ、ジャンイ西出てしまったか、もうワンコンボ、ここからジャンビーカウンターヒット、プップグでここからさあ投げ警戒、さあ大陸上空非常につらくなってきたが、さあクラリーチェ側逃げていればいいといったところだが、ワンコンボここで入って毒つけて美味しいダメージ見せてしまったが、さあさあ粉からの受け身投げ狙いか、さあそんな中でリアル根性を見せて勝ったのはアイランドアンジェリア。じゃあ、0回戦第2試合よりこのキャラユッキーさんと GA さん、そうです、0回戦先に消化してなんでお願いします。じゃあこっちでここでじゃあお願いします。さあ本日多いキャラでも3人以上のエントリーはないという条件の中当たってしまった0回戦よりこ同キャラさあレバーが大事なよりこ、じゃんけんに勝ったのは GA さんだが、開幕ドッペル演出よりこ確か本当にドッペルゲンガーだとか言ってたはずなんで
自分が2人いることの恐怖を語ってからキャラが可愛い方が勝つと浅間さんの予想ですが、さあ開幕花での早めのバースト、しかしさ地面に着地してる間に儀式成立から、さあドリル、タナヒト今度はしっかりガード、A2 当たって A2 裏が出られる、どんな判定よさあシードとしてしまい、ジャンイー、ジャンイーじゃないなジャンニーだっけ、あれで一本戦するユッキー、ミケ、これエントリーの方名前ミケってなってるんでさあそんなこと言ってる間に第2ラウンド、一方的な状況でさらに攻め込むユッキーヨリコ、同キャラ戦、ヨリコ同キャラ戦が積まれていなかったか、これは辛い、勝ったのはユッキーヨリコ。さあ次0回戦第3試合、ヘキルさんとミルキーホームズ布教しに来ましたさん、お願いします。おお、ヘキルさんがいて、ヘキルさんとじゃんけんお願いします。でこの次僕とヤブログさんでまあもう始めちゃって、大決めじゃんけんだけで、さあスタートボタン押してもらって、次さあお互い結構そこそこ昔からのライノ勢で本キャラ同士での対決となりましたが、さあ先にワンコンボ入れるはミリキーホームズ布教しに来ました、フィオナもうワンコンボ入って、ここからアイビーム、あ入れた、さあ足洗いと彼とあれでなんとか相打ちに持ち込むが 6A 透かしてしまう、さあもう一回 6A シーオーク当たらず、さあヘブンズ揺さぶっていいポーズにするミルキーホームズ布教しに来ました。ちなみにミルキーホームズ系の名前ですけど、あの1回2回とかで結構いいとこまで行ってる人とは何の関係もございませんのでさあそこから超妹からの積み溜めに、さあ駒引っ掛けて中段で崩す、さあもう一回超妹からセットプレイ、彼と相打ち、しかし手痛いダメージ、アイビームを出てそこから彼と 6B 冷静に 6B 一本取り返すキルマオリ、さあ開幕セッカー、しかしここでゲイボルグアイビーム、おいしいダメージ、積み玉出して、さあコマちょうど当たって総裁からコマつながっていないがもう一回崩して、さあロンゴゲイボルグアイビームもう一回入れて多段技、ダメージが大きい、しっかりガード、ここからこれは追加が出なかった、さてあれから王か、ヘブンズ
下段当たってしまい、これは当たらない男子入れで、勝ったのはミルキーホーム増強しに来ました、フィオナ。はい、じゃあ次、僕とヤブログさんなんで、はい、お願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。またじゃんけん負けたよはい、じゃあマイク、ダニエル氏に。アブログキャッシー対生命ナズナ。ナズナちょっと使えるんだよね、割とやり込んでる方のキャラかとは思いますさあ、ナズナに対してどう戦っていくのか、ヤブログキャッシーと。はい、お互い風と時ですね、ガチあるから。まずペースを握っているのは生命ナズナ。ジャンシーめくりが入るが、ウサギが邪魔だった。立ち割りに戻って設置する。お、うまい。ジャンプ C で敵を消しつつ、あ、体のでかいキャッシー、ウサギが要所で引っかかってしまう。坂目橋追い込んで、ドリルが当たってミサイル、さらにチビ側は裏に回るが基地ガード、これは 4D に引っかかる。きっちり決めて一本選手はヤブログキャシー。アズサイミ引っかかるが届かず、あ、上から攻めたところに A ミサイルが当たって体力リード、ヤブログキャシー。下段が刺さる、コンボ入れて画面端 4D からラリアット、ここはバースト、大ダメージを回避していくが、ここでアーマーが有効に作用して体力赤くなっていく生命ナズナ。ここからどう挽回するか、投げが入って画面端、一瞬のミスが命取り。さあ固めて固めて、ガーキャンから投げる、ここはきっちり決めてセットプレーに持っていきたい。叩きつけ、置いて、これはめくりが入る。あとこれはまずいんじゃないの。あ、しかしまだつながっている。画面端小足が入る。勝ったのはヤブログキャシー。はい、どうも踏み台がかりですさあ、はい、じゃあ次ですね、第1回戦に行きまして、2号さんとアイランドさん、アイランド